パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は。このクーラーは弟のようにはいかんぞ。どうなったもんじゃ。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。ハーレスやスラッグと同じよ。とはくても別の歴史から連れてきたんだわ。俺たちのプライドに泥を塗ったサイヤ人のハル、殴り殺しにしてやるぞ。そこの貴様もだ。しぶとい生き残りのサル、今度か。見せてやるぞ、 100% の力を。任せたね。こいつがお望みのフルパワーだ。さあ始めようか。時間がねえんだ。あえとこかかつけようぜ。それを見逃すと思うか。時間稼ぎだと。そんな必要はない。今は死ぬ。これからここででかい口を切るのに。そこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。この星もろとも切っ去ってやる。すごいくたばり損ないね。いいだろう。本部は国家に。バカ、そんな奴らに。なんだ。あれは。そうか。海王様がドラゴンボールでみんな。よし。お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。行く？少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。
クーラー仕留め損ねたか。追ってください。ようやった。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トワとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。